まず、数学や科学の勉強をしっかりやることが重要です。で、その勉強を通して、システム的な系統立てたものの考え方や、論理的な考え方を身につけることが重要です。情報実写となるためには、基礎的な数学や科学の勉強と、 その後の系統立てたものの考え方を身につけることが重要だと思います。